できました。わあ、めっちゃ美味しそう。なんかぎっしりしてるね。うん、真ん中すごい、なんかもうちょっとクリームみたいになってる。へ、うんうん、これがニューヨークチーズケーキか。食べていい？どうぞ。やったー、いただきます。なんか私ベッドとの違いがね、いまいちよく分かってなくて、ね、うん、似てる、似てますよね。作り方も似てる、作り方も似てるし、材料も似てるし、見た目もなんか似てますよね、結構。お、すっきこれ、めっちゃすっき、うん、あーすごい、このしっとりしたチーズケーキすごい好きで、もうほとんどクリームみたいな、うん、でも周りがちょっと焼かれてて、うんうん、なんて言うんだろう、食感があるみたいな、うん、あー美味しい、めっちゃチーズだ、うん、口の中が幸せ真ん中めっちゃしっとりだね、うん、めっちゃしっとり。端っこに行くとちょっと食感が変わるね、なんかスフレというか、うん、かちょっとふわふわになって、うんうん、見た目もちょっと違いますね、うん、やばい、めっちゃ美味しいこれうん、チーズ、いやこれチーズ好きにはたまらんね、うん、なんかさっきも言ってたんだけど、ベクドとニューヨークチーズケーキの違いって何かあるの？うん、違い、うん、いろいろあると思うんですけど、うん、あの何ですか、決定的に違うのは、この蒸し焼きにするかどうかっていうところだと思うの、うん、あ、なるほど。だからもこの真ん中がめっちゃしっとりしてるってこと、うん、うーん、なんか食べ応えとか密度は結構似てるかなって思ったけど、うん、なんかこの真ん中のしっとり具合はやっぱすごい際立って、うん、なんか私の好きな感じだったから、うん、めっちゃテンションが上がった。よかった嬉しい、美味しいこれ、うん、すごいお腹にたまりそうだねめっちゃしっかり切れた、うん、うまー。え、なんかこれ作るポイントとかある？ポイント、うん、そうですね、まあ、基本的に結構失敗しにくいケーキかなとは思います。あの初心者でも結構入りやすいケーキかなとは思うんですけど、まあ、ポイントはあの結構いろいろ材料を入れていくんですけど、うん、その都度、まあ、あのしっかり混ぜるっていうところが大事かな。そこをあのダマにならないようにしっかり混ぜて次のものを入れるっていうことをやっていけば失敗することは少ないと思います。あともう一個、あの焼き上がりの、まあ、状態っていうのが、まあ、一番大事かなと思います。あの出した時にこうちょっと揺らしてみて、中心だけが揺れるぐらいの焼き具合、ああはい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 、が一番ベスト。この真ん中のしっとりはその焼いた時に揺れてる部分、うん、そういうことですね。なるほどね、うん、あーでもそこが分かれば頑張れそう私も作りたいこれ、うん、その2点。大きいのでも作れるかな。ちょっと温度が変わってくる、焼く時に。大きいのやったことないけど、うん、温度は変わってくるかもしれないけど作ることはできると思います。おー、ね、これ大きいの作れるようにみたいな私も作ってみたいなってめっちゃ思った。あー幸せ、うん、はい、パーティーキッチンではあごちゃんの作る本格的なスイーツとか、私の作るデカ盛りびっくりレシピとか、めぐみんの作るバランスの整ったレシピ、ザワワの作る簡単レシピなどなど、料理家たちがね、いろんな個性を出したレシピ公開してます。また
次の料理家のレシピ見たいなというふうに思われたら、チャンネル登録していただけたらと思います。それでは次回のレシピでお会いしましょう。バイバーイ。